いえ、ナイスなプレゼンでした。今井家のプレゼン指導が行き渡ったんですか。はい、立命館大学総合心理学部の本田です。では、よろしくお願いします。僕が今日ですね、言いたいことはすごくシンプルに、この2つだけです。1つ目は、今回のようなこのミニドラ使ったイベントを、まあ、関西でもぜひやりたいなと思っています。で、2つ目は、これからそういう関西で実施するにあたって、作り方、今回すごく手間取ってしまったので、それを作り方の説明をブラッシュアップしていかなくちゃいけないよねっていうことです。ミニドラを実際にミニドラのハードの部分を作る前の印象はなんかプラモデルみたいな感じなのかな。結構こう単純な簡単な作業をこう淡々とこなしていけばできるものなのかなと思ってたんですけど、実際は全然違ってかなり難しかったです。で、特に難しかったのはこの配線の部分、このちょっと見にくいですけど、これがすごく難しくて、ステップは多いんですけど、やってることは単純で、自分が欲しい長さに切り取って、その端っこの部分を切り取って、導線が見えるようにして、でそこになんかジョイントパーツをくっつけてみたいな、そういうなんか単純なことなんですけど、それが意外と難しくて、何回もミスってやり直してしまうっていうことが起きました。あと正解がよくわからない、なんですかね、やってみて笠木教授これどうですかみたいな何回聞くっていうのが、起きてました。で、それもやっぱり共有しないといけないなっていうところです。ですから、作り方をより詳しくする必要があると思っています。で、作るのすごく大変で難しかったんですけど、僕はこの合宿通してすごくミニドラが大好きになってしまいました。やっぱ作ると愛が芽生えるものですね。で、すごく大好きになったので、もっとミニドラはいろんな人に知ってもらいたいなとか、関西で、僕もそのミニドラにこれからどんどん関わっていきたいなと思うので、その仲間作りもしていきたいなと思っているので、ぜひ関西でもミニドラ制作大会やりたいなと考えています。そうですね。代表よろしくお願いします。代表いつですか。いつですか。いや、うまいな、やり方。来月あ、クリスマス前とかですか。ああ、いいっすね。教授が新鮮なの。そんな教授にいつやりたいの。え、どうせ聞かないでしょ。なくなってくる。僕的には、まず一回、身内内で一回やりたいなと思って、でそれから、他の人を呼んで、身内がちゃんと分かった状態で教えるっていうのをやりたくて。身内の清丸といつやりたい。え、身内の清丸といつやりたい。そうですね、できるだけ早くですか。だってやるものない。そうね、まだ言うてあ、大丈夫だ。終わった。ぜひよろしくお願いします。あ、よかったね。ということで、繰り返しにはなりますけど、僕が言いたいこと2つ。1つ目は関西でぜひやりましょうというお話。2つ目が、作り方をもうちょっと、詳しくしていきましょうというお話でした。ご清聴ありがとうございました。